どうも、北村です。今回はシャンドラの大戦士カルガラ使っていこうかなと思います。いや、このキャラすごいね、注目なんですよ僕の中で。はい、まず見ていきますか。スキル1、吹っ飛ばしでダメージ減少無視。はいはい、結構いいね。そっぱダメージ減少無視強くてみたいな吹っ飛ばしあってね。でスキル2、こっちもダメージ減少無視なんですよ。でしかも1段目2段目あるじゃないですか、これ鉄球投げるみたいな感じなんですけど、まあチャージスキルっぽくて、でそのね、チャージ中最大8連続ヒット、これ450ダメージ、これ高くない？これだからロジャーとか無理やりずっと握ってる時、これ吹っ飛ばしじゃないんで、多分めちゃめちゃ連続して与えられるんだよね。だから握ってるとずっと、だからそれがめちゃめちゃいいと。まあということで特性見ていきますか。敵地の自チームのお宝を出してされ始めた時、攻撃力が 15% 増加なんで、5回握られたら、火力 75% までアップします。めちゃめちゃ強くない？今の環境めちゃめちゃ合ってるよね。で自チームのお宝確保数が敵チームより少ない時、当たるために 30% も増加。まあこれはね、まあ普通のアタッカーって感じだね。でスキル的に攻撃した時、当たるダメージの、50% 最大1万、これいいね。簡単じゃないこれ。でかつ特性 KO からされるダメージ受けた時、かつ特性で KO ダメージで体力が回復するを無効化がワンパンできるんだ。これいいね。ロジャーとか、まあ、そういう系のねやつをワンパンできると、スキルでワンパンできる、めちゃめちゃいい。スキル2、発動から一定時間、よろけずダウンせず吹っ飛ばされない、かつ KO 差1で耐え続ける。だからこれつまり、まあ、2価の雷とか、まあ、そこら辺はきついんだけど、まあ、それ以外のね気絶魔とか、まあ、その辺、まあ、大体はまあいろいろ、あの状態以上、まあ、入んなければ、耐え続けるってことだよね。うん。でお宝屋よろけなくなる、これいいね。自チーム敵チーム関係ないからね。でしかもスキル2が速くなると 50% ね、短縮速度が上がるということで結構速いと。で特異属性の時から攻撃した時、敵が封鎖される状態以上、だからロジャーの気絶とかだね。まあ、だからスキル2がめちゃめちゃいいんじゃない。1耐え続けて吹っ飛ばされないから、ロジャーに対してめちゃめちゃ強いね。でかつ防御力も 30%20 秒間、結構長いね。バロメーター増加中の時に攻撃された時、受けるダメージが 30% 減少。まあこれは、まあ、キドロとか、まあ、ニカとか、まあ、あのその辺だね。で体力 50% 以上の時、スキル1のクールタイムが 50% 短縮。いいね、これ回復も結構あるからね。でさらに敵から受けた割合ダメージ、これカムサリだね。カムサリ 25% 回復みたいな感じかな。まあ、ということで今回火力でもってちょっとやっていこうかな。めちゃめちゃ楽しみ。ということで1戦目やっていくんですけど、せこいぞ。相手裏全員ロジャーなのに初手ロジャーゼロ、だるすぎる。めちゃめちゃめんどくさい。ということでやっていきますか。まあ、この今回使ってるのもカルガラということで、まあ、白ひげ2課からの、状態異常は入っちゃうんで、あの皆さん絶対気をつけてください。そこら辺あるんでね。てか何もすることなさそう。初手どうしよっかな。でこっちだけ来てくれたんだ、カイドウか。ちょっとカイドウに合わせつつ動いていきたいところ。サイド大丈夫か、そのカイドウ。さすがにそれは安易に降りすぎてるな。で敵注意。シャンクスとマジ。ちょっと待ってね、これこっちから打ってみようかな。こっちから打って、はいはい、ちょっと待って、回転見ずれ。ここら辺でどう、タゲは、おい当たっていく、タゲかけやすい。はい、オッケーで1、2のオッケー3。はい、いいよ、結構シャンクスにもやれてんなね。このシャンクスぐらい倒してあげたいけど、はい、1からの1、2からの、オッケー。いや、危ない、危ない。白い家、まずこれスキル1でさ、握り始めちゃったから、これで、はい、一気にみたいな。まずこれ一旦離れよう、危ねー。一旦離れてちょっときついんで、来た、ロジャー。これどう、ロジャーに対して。あー、行っちゃったか、行っちゃってるから、こっち打っちゃうかな、あえての。はい、なんか当たってんだ、なんか白い家に当たったか。ちょっと待ってね、これは裏からの、これでどう、これで結構、はい、やー、ワンパン、えぐい、めちゃめちゃ入る。でこれは大丈夫、はい、1からの OK、 無敵スキルは使う。はい、でこれお宝エリアで戦いたいね、なるべく。お宝エリアだとよろけ向こうがつくんで、これさスキルなんもないから、これ打ってみようかな。これ打ってさ、ジャスト回避の後、あーはい、えぐい、えぐい、からの、からの、ここえぐい。待って、ロジャーキラーすぎる、待って、やばくない、え、火力やばすぎる、ロジャーに対して強すぎる。で、あっちだね、アーチロジャーか。これさ、ワンパンできるかな、やってみていい、これ行ってみて。わー、えぐい、えぐい、ロジャーワンパン祭りだ。待って、ロジャー何 KO してる今俺。え、待って、本当に強くない、えやばすぎるね。スキルめちゃめちゃたまんの早い。いや、白毛ちょっとだるいな、白毛。そうだな、ちょっとロジャー見よう。ちょっと白毛は一旦いいや、一旦ここスルーしちゃって、これは OK。 で一旦これは無敵が怖いんで、でも近距離だったら無敵もよけれてスキル1移動なんで、これは1からの OK、 ジャスト回避。はい、でこれで打っちゃう、これ打って KO して KO していく、でもう一発ボーン、何言ってる、あ、OK、 これで、はい、KO できていく。待って、やばくない、シャンドラの戦士強すぎる、やばい、バケモンだ。はい、カムサリは 25% 回
ワイプする。はい、待って、これ強いキャラ来たな。でこれは、はい、これもう、ま、全然で、これはスキル2を、はい、打てば終わりなのでは。ロージャーがロージャーがバッタバタやられている、やばすぎ。でこれは、はい、これじゃあスカイされるけど、でその後、はい、ここで、はい、あれ被ったか、スキルスキル被ったな、まあまあしょうがない。でこれは1、2の3、はい、えぐすぎる。待って、これシャンド派の戦士すぎない？うわ、やばいやばい、これやばい。ロジャーばっかだったらもう無双、大無双。え、ナイスゴドリ、やばくない？これやばすぎる。はい、ということで2戦目やっていくんですけど、やばくない？カルガラマジやばくない？まあ最初はねちょっと火力が低いんですけど、まあでも今の環境正直ね火力めちゃめちゃ上がっちゃうからね。さあ、こうあそこやってるけど、はい、でその後俺が行っちゃうだけ。はいはい、これで、あ、なんか被ったな、多分なんか被ってるけど、ゾロかな、オッケーで一旦回避使ってたんで、これ打っちゃいますか。これ打っちゃって外していく、1、2のオッケー、3、まあ追っかけますか。まあここからね、お宝エリアにいたらよろけ無効なんで、はい、1、2からのオッケー、ゾロはオッケー、ジャスト回避、1、2からのオッケー、それはまあ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 、ここだったら耐えれる。で、それ逆に使っちゃったら1からの OK。それうま。それうまいけど、この後、はい。一旦ダウンさせて、はい。で、その後、はい。よろけ向こうが強すぎる。はい、OK。ゾロも KO できていく。ナイスゴドリ？あ、惜しい。惜しい。で、回復力あるな。火力高すぎてる。で、ロジャー見たいな。でも30はいっか。あそこはいいわ。ロジャーずっと見る。戦法でいくわ。で、その後1、2の OK、3。はい、OK。一旦ダウンさせて。それ起き上がりなんもないよね。わかってるよ。はい。やばすぎる。軽が、火力がバカ。本当にバカなんだけど。え？マジでバカなんだけど、火力。ちょっと待って。あれ、ロジャー取り際いっちゃうか。あー、でも待って、白いゲームいるからちょっと無理はしないで。こっちも3時か。ウェイディング3時か。懐かしい。いやー、3時追いするか、あっち閉まってるし。あー、一応まあ、ロジャー見ますか。さあ、ロジャー見といて。いやー、まあまあまあ、こっちかな。こっち行ってゾロか。まあ、一旦こっち守ろう。お宝エリアじゃないとね。まあ、渋いところもあるんで。ちょっと待って、お前はまずい、お前はまずい、お前はちょっとまずいから、ちょっと一旦距離取るためにこれで、はい、撃っちゃって、なやばすぎる。白毛距離取る、オッケー、いいよ。マジでやばいな、もうこれ超別だろ。これなんかもうちょっと耐久力あればマジで超別すぎるんだよな。でこれ多分こっちの方が強いでしょ。はい、どっちが強いか。はい、1体もあるからね。キングさん、キングさん、キングさん、こっちもよろけ向こうありますよ。こっち、こっちの方がなんなら強い、よろけ向こうが。はい、ナイスだけど、こっちじゃない、やばい、それはまずい、重なってる。あー、やばい、それはマジランクは。いやー、でもさ、まあ、やっぱり得意属性だけっていうのがいいよな。まあ、しっかりさ、まあ、ニカとかはきつかったりね、雷、まあ、結構刺さっちゃったり、白い毛の振動もあるから、まあ、白い毛のやつはめちゃめちゃ強いけどさ、うん、まあまあまあそこら辺ありますけど、まあ、やっぱものすごくいいなと。はい、オッケー、気持ちよすぎるやつ。めちゃめちゃ気持ちいい。はい、オッケーで、オッケー、 なるほど、1、はい、これ中入って、はい、それ使ったら、その後これ使ってみるか。でいいダメージ入る。2回、はい、いた。いや、そっか、レイリーか、レイリー。うわ、えぐー、そのシャンクス。いや、この2人からさ、ロジャーきつくね。やばすぎるな。ちょっと上行くか、これ俺。あ、でもシャンクス上行ってくれてんな。じゃあ俺ロジャーこの永遠追いしよう。やべ、雷に見えたわ、なんかニカのやつ。オッケー、とりあえずまあそれはオッケーで、はい、白ひげロジャー見ます。オッケー、それ雷使ってしまったらよ、使ってしまったらバジュラングすらこれ1体があるからね。オッケー、はい、とりあえず、そしてこれ第2課に当てる。まあ裏はね、ちょっとあそこら辺白い毛いるんで、ちょっと任せて。いや、待って、これロジャーに対して強すぎない？まあちょっとスキルにこうそろそろ欲しいなね。はい、オッケー、 1?1? はい、おー、それ使っちゃったら逃がすか。はい、いいダメージ、ジャスト回避、オッケー、 1?2 のオッケー、3、はい、ナイス、いいね。で、スキルに溜まる、ここ入ったら速くなる、1? はい、オッケー、無敵も大丈夫だからね。オッケー、ジャスト回避から入って、オッケー、 1、2、 はい、強すぎ。めちゃめちゃ強いな。で、オッケー、あそこ多分ジャスさ、その後撃つか、俺撃っちゃって、はい、KO する。で、キドロのやつをジャスト回避する。いいよ、これさ、あっちにも撃てるから、これ撃っちゃって、で、これしっかり KO した後、ここでロジャーに対して、いや、当たんないか、それいいところだったけどな。はい、ジャスト回避、オッケー、1、いいね。うわ、回復向こうめんどくさいから、ちょっとお宝エリア入っとくか。はい、いや、でもシャンクスいるか。お宝エリア入って短縮しないとな、ちょっとしんどいね。いやー、ロジャーの方粘着しますか、ちょっと。
であそこ取り際でもいいな正直。まだめんどくさいから1からの OK 買い誘って、はい1、はい、無敵を使わせて、よろけむこつけるか、とりあえずとりあえずよろけむこつけて、はい、いいダメージ、強すぎだろ火力。いたラグ、それは無理、さすがによろ避けれない。これははい1、もういや待って、あれ、え何食らったのじゃあさっき、あれさっき無敵じゃないの、え分かんない分かんない、それはさすがにちょっと無理よ。さっき何当たってたじゃん俺、え何当たってたんだろう、なんかちょっとなんかラグかったよね、うわミスった、めちゃめちゃミスった、さっき無敵かと思ったわ使わせたの、カムサリ待ちしちゃったな。まあオッケー、とりあえずここで行きますか。まあロジャーをこの秒数で確実に見るということで、オッケー、これ使っちゃう、これ使っちゃってオッケー、ロジャー KO しとく、いや行くぞ上行くぞ、ここあ赤ドフィね任せるわ、任せて、はい気泥ね、気泥だったら、はいオッケー、それは使ってもこれがあるから耐えれる、強すぎだろこれ、これやばすぎるな、待って誰か一人守れないか、あーまあさすがに大丈夫か、1,2 のこれジャスト回避されても大丈夫なんで、オッケージャスト回避、オッケーナイス、まあ、取らない、なーぶねーってことで何戦かやってみたんですけど、いややっぱ強いわ、うんやっぱロジャーを一番簡単に倒せるキャラだね。まあでもスキル2がねちょっとないと、まあ安定感はないって感じなんで、まあそこも気をつけてくださいということで、これカイドウこっち来そう、カイドウすごいこっち来そうだけど、まあ飛んできたらさ、これスキル2合わせてみてもいいけど、ちょっとごめん合わせる勇気なかった。じゃあこれで使っちゃって、はい撃つ、いいね、これやっぱエグいよ。でこれははい、でよろけ向こうが、いやダウンさせたか、うまいな。これ無敵使ったのかな、いやでも初動なんか戦ってたからワンチャン使った説はあるから、オッケーでジャスト回避した後オッケー撃つ、やっぱ1回復活無効させんの強すぎるな。でベックマン撃ってきそうだけど、まああっち戦ってるから大丈夫か。であそこゾロ、ナイス、うまい今のロジャー、いやちょっとあっち行ってあげるか、あっち行ってあげて、あ気絶さベックマンかわいそう。オッケーこれ大丈夫なんですよね、はい1体が関係ない。でこれはちょっと待って、ジャスト回避できてないけど、オッケーこれちょっととりあえずゾロだけ落としたけど、オッケーそれだけでもうロジャーが仕事してくれてる、やばすぎ、一発にはとって火力高い、強いってことでラストやっていくんですけど、いやーやっぱゾロとかにもさ、このダメージ減少無視プラス1回復活なくすやつが刺さりすぎてんだよな、マジでめちゃめちゃ今の環境に刺さってるスキルっていうか、逆に防御アップのキャラにはまあきつかったりするんだけど、これゾロもはい、いや KO できれないか、これ通りここで撃っちゃうかと思ったけど、2回いるからちょっとこれ使い方絶対よろしくない、よろしくないけど、その後ゾロをしっかり KO、 やばい火力で回復力やばくない、めちゃめちゃ回復してるわ、やば、あんな戦ってたのに、いややっぱ攻撃手段が多いから、まあ、回復スキル1個に見えて全然1個じゃないみたいなところあります。これ待って、これ敵のシールドじゃん、危な、突っ込むとこだったわ。キットローも多分これ勘違いしてるよね、それそっち側だよね。それそっち側のだよ。じゃあこれははい、それ撃ったらはい1回当てて、まだ火力でも上がってないから、これゾロに対して痛すぎ、さすがに来たけど火力上がったか、これで一旦火力上がって、はい2かここ、じゃあバジューをここで使うか、オッケー使って、やばいんじゃない、そのカムサリ、そのカムサリやばいよ、いやーやばい、ナイスカムサリ、いいカムサリ入っての、はい1かの踏みつけかな、踏みつけ回避読んできてる、いや逆に回避した後その後雷か、うまい、それはうまい、それやられた、いやまあ踏みつけだと思った、危ない、逆にね、オッケー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 、ナイス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 、クザン全然助かってるよ、でこれ撃っちゃう、これ即撃ちで、はいえぐい、あれ危な、危なすぎ、ゾロ落としてたのか、オッケーオッケーで、ナイス、はいはいはい、でちょっと待ってね、ここが気泥失敗してる、降りてきたら終わりだよ、降りてきたら俺が、ちょっと待って危ない、しかしこの後オッケー、その後しっかり当てて、はいはい、ほぼ一落ちみたいなね、ここ当ててみたいな、いたー、またやり返されてる、雷やっぱ強いな、めちゃめちゃ雷うざいわ戦ってて、いや雷さえなければ環境だったんじゃない、マジで、いや本当に雷使っててうざいわ。であそこロジャー取り際られるかな、まあちょっとここ耐えてもらって、多分白ひげがあそこ、ナイス、さあこれ撃っちゃうか、ブーストだから KO できんじゃない、オッケーナイス、強すぎ、やばい白ひげの、あっ、うまっ、いたー、雷マジえぐい、みんな雷が気をつけろ、痛い、雷刺さるねー、ちょ雷だけ警戒した方がいいね、スキルに無敵だと勘違いしちゃうからさ、こんだけ強いと、ちょっとそこはみんな雷ね、気をつけてくださいと、いやこれでも結構いい動画なんじゃないか、雷だけは気をつけろという話ですということで、とりあえずあロジャー違うとこ行っちゃってもいいよ、ここ守りますって言って、のまた雷ね、雷だけ気をつけ、オッケー雷避けた、はい雷避けました、雷避けた、僕は神です、オッケー逃げよう、
熱すぎこれなのよ。はいはい、雷は絶対避けろね。はい、でかすぎ。お宝取ろう。絶対そっち無理だよね。絶対俺そっち無理なの分かってるから。でその後、はい、あ、オッケー、ここで任せろと。はい、オッケー。ナイスカバーすぎ。ナイスカバーからのここもしっかり、あっちもカバーして、はい、ここ打っちゃって、その後そこまでだは知らない。はい、でその後時間稼ぐ。はいはい、完璧でしょ。完璧なカバー。